面倒見がいい大学ランキング。どうも、大学紹介チャンネルを運営しているセシミンです。今日は面倒見がいい大学ランキングについて解説しようと思います。今回のランキングなんですけれども、大学通信オンラインというところが出しておりまして、アンケートの調査方法としては、面倒見のいいと思う大学を5つ書いてくださいと。そして1位から5位までつけてもらって、1位には5ポイント、2位には4ポイント、3位には3ポイント、4位には2ポイント、5位には1ポイントという感じでポイントを振り、それらを集計してランキング化したものとなっています。実際の記事に関しては概要欄に貼っておくので、そちらをご覧ください。早速ランキングを見ていきましょう。第11位から20位がこんな感じになっています。こういう面倒見がいい大学ランキングみたいな系統のランキングの場合、絶対に偏差値が絡んでくるんですよ。なので上位は難関大学ばっかりです。ただどことは言わないんですけれども、あんまりレベルの高くない大学も入ってますよね。法政大学とか上智大学とか成蹊大学とか青山学院大学、この辺の大学は結構いろんなランキングで見かけるので、このチャンネルでもよく出てくる大学ですね。一方で日本女子大学はね、あんまり見ないですね。女子大学ランキングとかの動画を見ると結構出てきますけどね。そしてトップ10がこちらになります。第1位は武蔵大学と、しかも133ポイントという結構圧倒的なポイント数なんですよね。2位に対して2倍以上の差をつけています。そして2位は産業能率大学、55ポイント。これもね、普段あんまり上位には入ってこない大学なんですけれども、面倒見のいい大学ランキングでは2位となっています。3位明治大学、4位東京理科大学、5位国際キリスト教大学、この辺はよく見かけますね。6位の昭和女子大学はね、女子大学の中だとかなり上の方の大学ですね。7位立教大学、8位捨てハゲ率いる中央大学、この辺はよく見かけますね。あと学習院大学もよく見かけるんですけれども、その前の9位ですね、共立女子大学、これあんまり見かけないですね。ただね、この辺も17ポイントか16ポイントとかなんですよね。この辺は誤差ですね。1人が1位に入れたら5ポイント入りますからね。この辺のランキングになってくるとあんまり当てにならないかなと思います。結論、武蔵大学がすごいなっていうだけですね。はい、この動画では面倒見のいい大学ランキングについて解説しました。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。